シュビムアーゲントゥーップ166の減損車両車体内装。手すりの手前側には小銃等を支えるブラケットが備わっている。奥の助手席には軽機関銃の断層や予備重心ケースが映っている。車体後部の跳ね上げ式のスクリュー。その下にエンジンとつながったシャフトが装備されている。使用の際にはスクリューを下げて、シャフトと連結。 駆動させるスクリューを下ろして、水上走行へ移行しようとする様子。キューベルワーゲン用の幅の狭いタイヤを装着している1942年、配備後間もない武装新鋭隊のシュビムワーゲンシュビム、ワーゲンは、第二次世界大戦中に、ドイツ軍が使用した四輪駆動の水陸両用車大戦中に最も多く生産された、軍用水陸両用車である。1940年、 ドイツ国防軍はポーランド侵攻以来の先訓として、不評一個分隊が乗車したまま河川を渡過できる水陸両用車両の必要性を認識した。そこで1940年6月、陸軍兵器局開発試験部第6課は、ポルシェ社にトゥープ82キューベルワーゲンを元にしたプロトタイプの設計を依頼し、同年7月より、ポルシェとハイルブロンのダンツ社によって、 トゥープ128水陸両用車の開発が開始された。設計上、キューベルワーゲンとの最も大きな違いは四輪駆動となったことであり、エンジンは強化された 1131cc の水平対向型エンジンとなった。その他にもバスタブのような車体構造を持ち、車体後部の上面には排気マフラー、その下には気筒式の三枚翼のスクリューと、 それを駆動させるエンジンとつながったシャフトが装備されている。不使用時のスクリューは上へ跳ね上げられているが、使用の際には下に下ろされ、単純なカップリングにより、シャフトと連結される機構となっており、スクリューによる水上推進では時速1 0トルでの航行を可能にしている。1940年9月には最初の試作車が完成し、11月に産業が始めて、 陸軍に引き渡された。ポルシェと軍により、1941年まで、シュバルツバルトやチロル、バルカン半島などで実用試験が行われた結果、水陸療養者としての車体安定性や走破性が不十分であることが明らかになった。また、武装親衛隊のオートバイ不評大隊で使用している、サイドカーをこの水陸療養者と置き換えたい。 新鋭対作戦本部からの要請もあり、整備性や不正地層派生の向上を図った改良型トゥープ166が設計され、1941年8月にその試作者が製作された。トゥープ128の軸距はキューベルワーゲン同様 240cm であったが、トゥープ166では 200cm に短縮され、 車体長は 37.5cm、車体幅は 14cm コンパクト化された。1942年春から先行量産車によるテストが重ねられた後、同年秋から部隊配備に向けて本格的な量産が開始された。正式名称は、ライスターパーシネンクラフトワーガン K ネスフォルクスワーゲン、トゥープ166。 軽乗用自動車 K2S フォルクスワーゲン166型で、その水陸量用能力から、シュビムワーゲンシュビムバガン、または、シュビマーシュビマーと呼ばれた。1944年8月、連合軍のベルリン爆撃により、車体製造を受け負っていたアンビバットベルケ社の工場が破壊されたことで、事実上シュビムワーゲンの生産は不可能となり、以降は、 ゲン・現ボルフスブルク市のフォルクスワーゲン社工場で残存部品を使って少数が組み立てられただけであった。1941年から1944年までの間に14,276両のトゥープ166が製造された。最初のシュビムワーゲンであるトゥープ128は1941年にドイツ陸軍の工兵部隊に配備された。 改良型であるトゥープ166は1942年後半から部隊配備が始まり当初は武装親衛隊主力士団のオートバイ不評大隊を中心に配備されたサイドカーよりも乗車定員、貨物積載量、不正地層派生に勝る守備ムワーゲンは装甲部隊の偵察大隊や司令部中隊付き公兵隊のような高い機動力を 求められる部隊を中心に割り振られたが、その需要に対して、生産数は少なく、陸軍、武装親衛隊ともに、キューベルワーゲンほど広範囲に行き渡ることはなかった。また、本来トープ166には、幅広の専用タイヤが設定されていたが、ゴムの欠乏による供給不足から、キューベルワーゲンと同じ5.25から16サイズのタイヤを装着した車両も多く見られた。 キューベルワーゲンとシュビムワーゲンは密接な関係にあるため、ここでは双方混在させて表示する。大半は設計、試作のみに止まり、量産には至っていない。言語表記についてはドイツ5番記事を参照。下記の表では、カブリオオープントップのような15気味となる表現は削除した。なお、リムジンとはドイツにおいて、セダンを意味することに注意。ありがとうございます。